さあ皆さん、中央大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像ですが、皆さん長文すべていくとですね、8段落で、空小集問題すべてやると10題なんですが、皆さんちょっとさすがにこれを全部やるとですね、視聴時間がこうかなり長くなってしまってですね、皆さんご覧いただけないという可能性が高まりますので、最初の4段落、そして最初の5問ですね、これをやればですね、解き方、やり方が分かっていただけるかと思いますので、ちょっとその5題頑張っていきたいと思います。で、皆さん空小集問題やり方どうしますかということなんですが、もちろんこの空小の前後を読んで、で、例えばこんな感じですね。で、例えば皆さん空小の下に代々木ゼミナーとあった場合、じゃあ選択肢どれ選びますかと言われたら、こんな感じでございます。選択肢に余ゼミがあれば、これが正解ということで、よろしかったかと思います。で、何をしたんですかっていうと、結局皆さん、空小を見ても当然文字が書いてないわけですから、その空小の前後をおそらく皆さん読むかと思います。そして、選択肢と皆さん比較検討してですね、ではこれですよね。言い換えでございます。つまり、代々木ゼミナールと余ゼミは言い換え可能。ニアリーイコールの関係ですよね。ですから、皆さんそういうものを正解にすればバッチリでございますので、それを皆さん意識して頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落でございます。これで皆さん問いの1番の選択肢を検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、意味内容上ですが、皆さん、フォーリンスチューデンツ、外国の学生さんですね。で、どんなっていうと、トレーニングトゥービカムケアギバーということで、介護士さんになる訓練を受けてる学生さんですね。で、その学生さんの数が上昇しているということが、学校にとってどういうことなのかということでよろしいかと思います。で、皆さんもヒントにしたかと思いますが、このあたりですよね。皆さん、労働者不足が原因となっているわけですから、外国の生徒さんの数が増えるということは、あれですよね。もちろん D ですよね。歓迎されることですよね。人手不足ですから、外国の生徒さんがいらっしゃることは非常にありがたいことです。で、皆さん、続いて第2段落でございます。空小2番、お願いします。で、皆さん、これは空小2番の前後のこの数字を計算してますよね。ですから、正解は C ですよね。34と257ですから、7倍以上ということでよろしいかと思います。で、皆さん、次の段落でございます。今度は空欄3番、お願いします。で、皆さん、これ空小の右側の3 years というその数字ですよね。その数字とつながらない C と D をまず削りますね。で、あとは A だったら少なくとも3年後。で、B だったらレスザンですから3年未満ですよね。で、皆さん、最終的なヒントは多分このゼアフォースイヤーかと思います。当然4年生になって試験を受けるんですから、正解はあれですよね。ですから正解は A ですよね。少なくとも3年頑張って、その後4年生で試験を受けるので A が正解です。さあ皆さん、続いて空欄4番お願いします。で、皆さん、ヒントはこの波線のところでいいかと思いますが、法律が通過。可決した後に起こるものですよね。もちろん正解は C ですよね。come into force ということで、施行する、効力を発するということですね。さあラストでございます。空欄5番お願いします。で、まず皆さん、空欄の右側にですね、 This legal change という話がありますので、この直前の変化の話に多分つないでいただいたかと思います。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、enables できますよということで、プラスの話になってますよね。で、皆さん空欄5番の右側よく読むと、皆さん上昇につながることを期待してますよね。まさにプラスの価値観で話が展開されてますね。で、皆さん、後半を読んでも勉強する機会を獲得できるという話でございますので、プラスの価値観がつながってます。
ですから失望というマイナスの A ではないですよね。で C とか D とかは反対、対比を表す表現ですが、プラスでつながっておりますので、ですから正解は B ですよね。エンカレッジ、奨励ということでプラスでバッチリです。さあさあお疲れ様でございました。中央大学の空小中問題5問いってみましたが、やり方はですね、分かっていただけたんじゃないかなという感じがいたします。まあ、とにかく言い換え、まあ言い方を変えるとですね、言い換えがちゃんと見つかるように大学側は問題を作ってくれておりますので、ですから我々も言い換えを探すんだという意識を持てばですね、合格につながるんじゃないかって感じがしますので、頑張ってみましょう。